はい、じゃあ、時間が少し、こちらが、しゃべっていきたいと思います。セカンドステージはですね、せっかく最後なので、SMQ だけで、ゆっくりとやってみたいと思います。1曲目ですね、ちょっと、ブルーガースらしい曲を1曲やってみたいと思います。Why did you break my heart?ワン、ツSMQ は割とこの曲は G2 ブルーグラスバンドというバンドの曲なんですが、ヨーロッパのバンドでして、他にもいっぱいヨーロッパのブルーグラスバンドの曲を SMQ はやってまして、まあそれが SMQ の個性の一つかなと思うんですけど、まあ皆さんもヨーロッパのブルーグラスの音楽やりたい気持ちでいっぱいになっていると思うんですが、そのまあいかんせんどうやって見つけたらいいんだろうっていうことがあるので、まあ企業秘密なんですけど、ちょっと一応教えようかなと思います。ということで、あの皆さん、あのインターネットでヨーロッパブルーグラスフェスで、あの英語で検索してください。そしたらヨーロッパでやってるブルーグラスフェス結構いっぱいあって、それが出てくるんですね。その中のその出演バンドのリストみたいなところのページにたどり着いて、全部一個一個検索して曲探すっていう戦法です。これで大体見つかるのでやってみてください。それで見つからなかったのもないあれチェコ語のサイト、チェコとかも最近ちょっと見すぎて、なんか大体チェコ の, そのブルーガスバンドのサイトはどこに何があるかすぐ分かるようになって若干チェコ語読めるかなって感じあるチェコのブルーガス本当熱いんで皆さんでチェコのブルーガスやっていきましょうまあ全然チェコじゃないけどね、次の、まあ、次の曲は全然チェコじゃなくて、また今度ブルーハイウェイの曲に戻ってやりたいと思います、まあ、山を登り続けるんだっていうことで。
道半ば頑張っていくっていうような曲ですね。聴いてください。 Still Climbing Mountain。
曲目ですね。1曲目、さっき最初の曲はステリークライン・ザ・マウンテン、2曲目はエメイティという曲を、やらせていただきました。疲れたそれをやるともうめっちゃいい曲やということで、ですね、まあ、最後、卒業ライブ、まあ、最後のライブということで、まあ、せっかくなので、まあ、SMQとして活動してきた3年弱ぐらいを、まあ、振り返れる話をしてもらおうかなということで、まあ、でも、まあ、漠然とどうでしたかって聞いても答えづらいと思ったので、漢字一文字で表してくださいという、まるで十分答えづらい意味不明な就活みたいな感じの聞き方をしようと思うんですが、じゃあどうしましょう。小手春さん、まずお前から。僕からまだ考えてないです。はい、まあ、僕が、まあ、SMQ での3年間を振り返ると、まあ多分幸せっていう字になるかなって。いや、まあこれにはちょっと、まあこれからいいこと言うんですけど、まあ、このバンドは僕がお願いして組んだバンドだったので、しかも膝がね上がりがちなんだけども、まあ3年生の先輩と組んだわけですよ。で、まあもう最初は結構辛くて全然僕も弾けなかったし、なんかまあこのバンドで、まあ、バンジョーが僕じゃなくて他の人だったらもっといいバンドになったのかなみたいなことをちょっと思いながら、泣かないやってたんで辛かったんですよ。でも、まあ、今はその辛いという字から、まあ、幸せっていう字になりましたよっていうことです。小田さん、じゃあお願いします。いや、すごい月並みな言葉になっちゃうんですけど、僕がこの3年間 SMQ で表すとしたら、考えるっていう字を当てたいなっていう風に思います。っていうのはですね、その僕からしてもこの SMQ を本当に誘ってもらえてすごい嬉しかった。何よりそのさっき田原がその一番組みたいなって思う先輩を一人ずつ挙げて、それが全員制だっていう話をしたじゃないですか。そのまさか自分、まあ今でもあれですけど、あの当時別に何でもないギター弾きだったのに、その自分を一番に挙げてくれたその気持ちが嬉しくって、どうやったらその田原が考えてくれたその期待に応えられるかとか、その他のバンドメンバーすごい、もう他のバンドでもすごいいろんなところで活躍していて、そのメンバーの中でいかにそのなんだろうな、この SMQ っていうバンドをよくできるか、そのすごい俺も辛かったんですけど、その俺をずっと考えて、今そのうわこういやすごい風にやってたらまだその正解出てないんですけど、でもなんでしょうね、こうやっていろんなところで演奏させてもらえて、で、こうやって卒業ライブにみんな来てくれるような、そのいいなって思ってもらえるようなバンドにそのすることができて、僕はとても、幸せだなって考えています。ちょっとあれですね、ちょっとしんみりした話するの早すぎましたね。今の長い、今長い、結構曲残ってるの、結構割と気持ちいっぱいいっぱい明るくやっていきたいですね。次はですね、いつ私が一人の時はいつも雨が降ってるんだっていう、雨の時はん、あれ違う、一人の時はいつも雨が降ってるって曲です。あ、みんなでいればという、はい、曲だよね。じゃあ聴いてください。 It always rains when I'm lonesome。 One, two, three。Thank you.
はい、はい、まあ、復活ということで、あのまあじゃあ他の方々も漢字一字、じゃあアックスさんから。あ、はい、そうですね、あのこのお題をもらったのが今日の昼間でして、いろいろ考えました、いろいろ考えたんですがあまりいいのが思い浮かばなかったので、まあいい話は後の先輩に投げて普通のことを言いたいと思います。私が、この SMQ を組ませていただいて、一番、なんていうか漢字一文字というのはね、多いという字ですね。あのいろんなものがたくさんあったバンドだったなと思います。曲もまあ僕が組んでいる中では一番多いバンドでしたし、まあ演奏機会もね、まあ、多分一番、まあ、一番二番に多いバンドだったんじゃないかなと思います。まあ、すごいいろんなところに、いろんなところにね、私たちみんなで行って、でその上で思い出もたくさんあったというバンドでございました。まあそしてね、今日、まあ、60人ぐらい来てる、演奏者も合わせると60何人ぐらいいるんですね。こんな今日なんかこんなたくさんの人に見に来てもらえるような愛されるバンドであったということで、そんな多いという字がぴったりなバンドではないかなと思いました。はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあわっこさんお願いします。言えないんだけど、うちの考える漢字は色です。なんか、その結構いろんな人から SMQ いいですよねって言ってくれることが、言ってもらえることが多くて、でそれが結構嬉しかったんだけど、なんかなんでかなって考えた時に、なんか SMQ 独自の色を出せるようになったのかなって思います。なんか他に上手いバンドっていうのはいろいろいっぱいあるんだけど、 SMQ はなんかこういう独自の編成で、で、そう、そのかっこいい系のこじはるの声と、まあ、爽やかな声のマスタムくんが、まあ、曲に合わせてそのボーカルが変わるっていうような、まあ、他のバンドにはないことというか、なんかそういううまくもなりたかってんけど、まあ、うまさ以外の面でもなんかその他とバンドを差つけられて、で 最終的になんかいいバンドになれたのかなって思います。なのでまあ色です。じゃあ最後に今泉さんお願いします。まあ僕が思う漢字一文字は、伸びるという漢字、背が伸びるとかの伸びるという漢字だと思ってます。っていうのも、さっき田原の話だったように、本当に結成当初の時にはすごいこのバンド結構下手くそっていうか、別に何だろう、みんなそれぞれ仕事はするけど、すごいなんていうか音の厚みもないし、すげえ薄いバンドだったよね多分。これ初めて言うんだけど、実は結成してすぐぐらいの時にずっとこれフィドル誘おうって言おうと思ってて、フィドルなんなら厚みも解消するんじゃないかって思って、もういつ言おうかと思ってたんだけど、まあどんどん練習してって、一番伸びた、まあここで伸びるっていう字が出てるんだけど、みんなそれぞれ伸びて、一番伸びたのが田原だと思ってて。まあ、一番頑張ってくれて伸びたし、本当に田原は結構頼りなかったんだけど、全然今は頼れるバンド弾きになってくれて、でまあそれはこのバンドで伸びたかっていうのは分かんないんだけど、それぞれ、まあ、いろんな他のバンドとか組んで、みんながでそれぞれ持ち寄ったものが一つのなんか塊になって、それがこの今の SMQ に、なったかなと思います。はい、でこのぐらいにしましょう。やばい。ということで、次の曲は
また G2 ブルーガスバンドの曲を聴くやりたいと思います。ちょっと一旦間を次のボーカル今泉さんなのでちょっと一旦間をはい、OK です。はい、聞いてください。 Where the tall grass growsあるのでってことで、はい、そうですね、なんかその最後の2曲はですね、ちょっと割と何も MC も考えてノーペランな感じで使おうかなっていう、考えていて、その時なんか感じられたものを話せればなっていう、思っていました。次に、やる曲ナスなんだと思う。ナスに聞いてるんだよ。ポーイ。そうだよ。このポーイはですね、その前僕が 2,3 年生の頃にカフェレジオっていう、もうそれはそれはこの間あのここでやってましたけどライブを、すごい神バンドがありまして、もうそのコンビを見た時からずっとやりたくて、でしょうがなかったんですよね。で、まあ G2 なので、その本当はドブロがやる、もうこの編成のバンドを組んだ時からもうコンビだけは絶対にやりたいっていうふうに思っていたんですけど、何分ちょっとギターがちょっと、はい、
ね、実の人なんであんなハゲてんのにギター前のかなって。まあそれはそれはいいソロと、それはそれはいい乱音を弾くんですね。まだそこに、行き着くことはできてないんですけど、これなのでやり始めるまでに1年ぐらいかかったんで、満を持してやる、満を持してやる、ずっとドクターストップがかかってやっとやっと1年やってそこら辺から SBQ が乗ってたら嬉しいなっていうふうに思いますが、それを、マスターの声で、届けてもらおうかなと思います。行ってみましょう。コンビワン、ツー、スリなんか涙が出てきた。最後ということで、まあ一応ね、まあそう用意はしてたわけで、ちょっと待って完全にスイッチが出ちゃった。まあ SMQ の中ではマイナーな曲なんですけど、ザ・ラストソングという曲をやりたいなと考えています。これギター弾きの人の歌なんですけど、そうなんです、ですね、これやろうって言ったのはワッコーが言ってくれたんですよ、ラストソングをやろうって。で、僕はそれを言う前からずっとやりたかったんですね、これをザ・ラストソング、そのアンコールでもしやらせてもらえならザ・ラストソングがいいと思ってました。そのサビがですね、そのまあこれが僕の歌う最後の曲だと、これを聴いたら僕の作った歌も僕の書いた曲も全部ギターを置いてこれで終わりにするんだっていう風に歌ってる歌で、もしその僕がこのバンドで最後にやらせてもらえるならこの曲がいいなって思っていました。なのでちょっともう一曲だけお付き合いください。はい、いいですか、落ち着きました。はい、大丈夫です、はい、じゃあ行ってみましょう。ソルティメイプルクインテットというバンドでした。ザ・ラストソング。Thank you.